フランス人ってさ、買える食べる？答えは、はい。このビデオの中でもともとなんでカエルを食べるようになったのか、あとはどんな風に食べるか、そして今の時期みんなまだカエルを食べて続けますかっていう質問を答えたいと思います。だから最後まで見てください。早速始めましょう。カリブ海から来たフランス人のジョアンです。そうですね、フランス人はカエル食べます。もともとはオヴェーニュ・ロナルっていうところで食べたことが始まりました。なんでかというと、あそこは川があるし、水が止まっているところがいっぱいあって、カエルはたくさんいるらしいです。でも歴史的になんでフランス人はカエルを食べるようになったのかと思ったら、理由は戦争がありました。1337年から1453年までイギリスとの戦争があって、フランスの王様がもう狩りをすることは禁止です。で、みんなはだいたい野菜とか果物を育てた。お肉はどんどんなくなりました。だからみんなは何食べようかな、最近はカエル増えてるなっていうふうに思ってカエルを食べるようになったらしいです。どんな風にみんな食べるのかと思ったら、大体はカエルのももは一番肉があるところですね。だからカエルのももを焼いたりとか、スープでも食べたりとか、いろいろな食べ方がありますね。今の時期でもフランスの伝説な店に行ったらカエルのもも肉を食べられると思います。でも昔より変わったことがあります。昔はフランスでカエルを捕まって料理しましたね。でもみんないっぱい食べて、もうどんどんカエルがなくなって、でその代わりに虫が増えました。環境に悪いって分かって、もうカエルを捕まえることは禁止になりました。だからフランスで食べられるカエルはインドから輸入します。今の時期フランス人はまだカエルのもも肉食べますかと思ったら、答えははいんですけれども、本当にそういう人は少ないんです。街に歩いたらカフェでみんながカエルを食べることを見ないんです。いるフランス人にとってカエルを食べることはありえないです。ジョアンでも食べたことはないんです。そういう店も行ったことはないです。だから少ないですね。だからぜひぜひフランス人をからかってみてくださいね。でもみんなカエルを食べるでしょうね。変だなよし、友達ね、友達に言ってねあり、あ、ビエント。